本通りの今日ランはいったトマトコさんかわい,いありがとうビスケちんやっほー自作さんやっほーリュウちゃんハーありがとう清水さんこんばんこんばんは,んばんはどうしたのこんばんはかなるりやっほ高校生の時の写真めっちゃ可愛かった本当まああれプリクラだしね <laughs> プリクラってね可愛くならないことないんですよ本当になんか自己眼になるぐらい なんか加工が外れちゃったりする以外に可愛くな,な,ないことがないんですよねプリクラってありがとうリチャッと2人帰ってるでしょ懐かしいでしょ懐かしいか見せたことないかヤっホービスケさんダンスさんヤっホーシルビニーさんこんばんはフラップチーノありがとう何これなんかなんか金みたいな金これ何トゲトゲボールみたいなやつ福太郎さんトゲボールみたいなやつありがとう 終わりに全ねえマジでえどういうこと知り合いってこと父兄さんと友達ってこと <laughs> マジでおもろかったエイトルさんありがとうクワポお疲れありがとう癖になるよさ加入前の後ろ姿え謎だよね普通になんか加入前の後ろ姿本当に謎なんかなんであの写真を撮ったんだろうみたいな普通に思うよねなんでか分かんない お母さんが撮ってくださったんですよねリサ子そっかに言前の写真なんかしかもちょっとさ黒いの肌がまだ引きこもり時代じゃないからその時バリバリにさアウトドア派だったからさなんかそうだからさめっちゃ肌黒かったよね <laughs> あヨウムさんだこんばんヤッホー X 見てるよえへへゆうちゃんートありがとうかなっぽですヤっホープリかわいかったプリね 懐かしいねそう今日連絡があって高校の友達からなんか保険の先生んか私保険の先生と仲良かったんで、ね、あ不登校だからとかじゃなくてな普通になんか仲良かったの何かあったら保険についてたからそう仲良かったんだけどそれでなんか「かなう全然顔出してこないけど元気なの?」みたいな聞いてきてくれたら嬉しくて「今度は一緒に行こうね」って言われた「学校行ってないわ」 で3月の1日に卒業式って言ってた。そう、卒業式は行こうかなと思ったんで、ね。別に、ようはないけど <laughs>。先生がいなくなっちゃうのは悲しいから、卒業式は行こうかなと思ったけど、行けなかった。3月1日は普通に。だから、別にいいやと思って。<laughs> ねえ、一戦も会えるし。ハイシさん、ありがとう聞いたの時期 k がなちゃんが言わいて。懐かしい。 あれせ、なんか制服さギリバレないかなと思ってたからさなんか一応交渉みたいなさなんかさ、マークだけ隠しといた <laughs> なんかあのニットはどこでもありそうな広島でも見るような制服だもんスカートは切った写真切り取った <laughs> 茶色のやつはアダッフィーのやつはコスプレ自分で買ったアマゾンでのっぴよぴさんありがとうシしルさんありがとうなんかライトみたいなやつリさんありがとう やばい今日顔がパンパンほんとに食べ過ぎたし食べ過ぎたしもうメイクすればよかった顔がパンパンもうすっぴんだからちょっとほんとにやばいですキチさんありがとうギャルギャル,ギャル最強おもろいあれなんかほんとおもろいあれんかねあれ以外にもあったんですよもう一個ギャルのプリがでもそれがなんかなんか変だった顔が顔が変っていうかなんか全身写真だったから変だったんだよねそうギャル 最強ギャルギャルギャル前髪もボサボサだわでもあんなのね1回ぐらいしかほんとにやんなかったよあんまり、ね、好きじゃなくて自分 <laughs> なんか自分はなんかやっぱさあなんかなんか自分はギャル好きじゃなかったから 見た目ケイト統になりたいと思ってなかったから友達に誘われた1回しかやらなかったからあの写真しかないでもめっちゃすくばすごいよすごいことになってた気がするあんだけ今日の一番優しすぎて泣いたえ元気元気じゃないよね元気じゃないに、ね、決まってるよね優しいよ私はいつだってカロ <laughs> 教師さん大丈夫かなって心配してました私は本当に X を見てます <laughs> さんこんばん,はんビスキーさんドラマーありがとうリュウチハタありがとうギんハタありがとうカンさんあ,ありがとう元の海外受けに行かない,い,いやいやいや可愛くないよ懐かしいですカンさんケイトともありがとうプリクラはねあのね今日帰ってきたけどちょっと疲れたえどういうことえ今日帰ってきたのんでえ昨日は何してたの帰り夜 <laughs> プリプリは加工詐欺だからねあれ全部 夜のあのプリ見た後にこっち来ないで <laughs>。みんな、ほんとに。清水さん、ハトありがとう。たんたんおはよう。清水さん、ハトありがとう。マピナピさん、ありがとう。なんか、トゲトゲ <laughs>。トゲトゲ。キノコドかパパさやっほー清水さん、ハトありがとう。金、金みたいな。なんか、何ですかこれは。新しいギュストですか 新しいギフトですかねちょっとわかんないんですけど。あれなんか、どこ読んでたっけ <laughs> ひなあられか。かなりありがとう。なんかなんだっけこれ。ロケット。まるさんありがとう。ひなわせギフト。プリクラは別にいいんだろうあれはね、もう。違います。本当に。かなりありがとう。ケイトもんよく撮ってあったね。え、プリクラはね、あれなんだよね。ピクトリンク 私ピクトリンクの会員だったからそのプリクラを全部取るってなんか400円かかるんだけどもう今は会話切ったけど高校生の時は大体みんな入ってるんですよピクトリンクにそれの会員だったからですそこに保存してあるんですよね私かいたとありがとうかなも楽しかったあーつるさんあたりやとうかなもう容易に浸ってる昨日の会話めっちゃあげてやったわ え、見たよ、全部。懐かしいってなった。懐かしくないか。なんだっけあ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんだ,だっけ。え、今日自分何してた、今日あれっすんか <laughs> 今度一緒にプリ撮ろうよ。え、みんなでプリ撮りたいね。みんな、カナーのファンの方とカナーで撮りたい。無理か。<laughs> ゆうとさん、はいよぽっぽやしばちゃん、こんばんは。X スかなアカウント作ってコメント。え、嬉しい。嬉しい。ありがとう、みんな。 コメントしててくれてなんかさ懐かしいもの見せなんか教えてって言ってさみんな引用リポストでさあげてくれたじゃんなんかマジで懐かしいってなったもう 3DS 自体が懐かしいのにさもう懐かしいなんか交換日記っていうのがあったんですよね 3DS のアプリでアプリっていうかゲームでそれね今日この前見てたらなんかすごくおもろかったですよホケットの先生ってなんか仲良くなるそう保健トの先生はねマジで仲良かったなんかわかんない なんか何でも相談した気がする。広島にいるの知ってるよ自分が何してるの。オーディションを受けてたことも、そのお、保健の先生だけには言ってた。かなを見て今日の一日は面白くなった。本当はなんでな <laughs> 尾の顔が面白いってこと, <laughs> てこ,とこんばんは。かな尾卒業してないのどういうこと金尾高校卒業しても,もう特に。特定班対策、大事。ね。本当だよ。でも、ああいうに。 ユニットニットニット。ああいうニットの高校いっぱいあるからね。バレない気しかしない。他の子もありがとう。昨日サインさんとの話でクルクルさんのこと何話したのか気になる。えどういうことああ、サインさんとの話でクルクルさんの話しましたよ。そう。サインさんにたくさん圧をかけられました。<laughs> 私、私以外に。 好きな先輩いるっていうあの他に好きな先輩いるっていう圧をたくさんかけ,かけてくださったかけてくださった <laughs> <laughs>、うん、昨日の話がらずかなちゃん座ってると思ったけどえそうなんかさテーブルがでかくなったのかわかんないけどなんか遠かっためっちゃ空が多いのやつさありがとうキラキラみたいなやつ高校時代の話もうないなななんかお題があればあるかも でも本当に文化祭とかできなかったから自分自体はそうそれはつまんなかったね文化祭できなかったできたけど最後の3年生の時はできたけど食べ物とか販売できなかったなんか本当は自分の学校は自分が入る前そのコロナになる前はサーティーワンとか着てたらしいの近くにサーティーワンがあるからお店がそういうのが来たりいろんなお店が来たりしてたらしい。 てでもなくなっちゃっんかコロナだから飲食ダメでみたいな去年も言うて去年の文化祭も行こうと思ったけど言うてそんなになんか出し物があったわけじゃなかったみたいな聞いたから来年は行きたいなって思ってるそう6月とかだから全然予定は空いてるんだよね サララのやつありがとう結婚してピラピラチーノさん昨日さはじなんかお話し会でさ結婚してって言われること少ないけどさ久々に言われたんですよ久々めったに言われないけど言われたんですよそうな懐かしいってなったショールームで結婚しては分かるけどさ現実で言われたことあんまないからさ初めてかもしんない結婚してって言われた人間に結婚してって言われたことないんですよ 動物に笑うるわけじゃないけど。なんか今まで結婚してっていう言葉をさ、アイドルしてなかったら言われないじゃん。そんな、どんな告白ってなるじゃん、結婚してって言われたら。ギャルはもうしません。黒弁って何タカちゃんハートありがとう。しんちさんハートありがとう。リアさんこんばんは。お弁当も食べたんでしょうん、いっぱい食べた。元ギャルじゃないよ。元清掃ハビ少女。嘘。元清掃。元清掃いや、お清掃だけど。 元普通の女の子ですそうそうそうハタあ,ありがとう学校の仕事自体らない遠足はいやんなうんとかこなんとかこ,なんとかこ山中こ山中こを歩くみたいな感じだったけどそれもなくなった高校の時遠足がなくなっちゃったの高一の時コロナで。 遠足もできなかった時代とか懐かしいよね。<laughs> なんで遠足もダメだったんだろう。人と人が近いからか。この前の公演からどんどん好き。ええー、やったー嬉しいんですけど。よかった。見に来てくれて。ありがとう。嬉しい。公演、なんかさ、いいね。なんか嬉しい。嬉しいです。私は本当に。幸せ者です。ありがとう。メールは 撮ってくれる？こんばんはおさんやホンよ。でも私さほんとにさメール送りすぎてさ毎日みんなのさ料理用がさ心配なんだよねなんか大丈夫かな送りすぎ私もしかして送りすぎだったら送りすぎって言ってほしいかも <laughs> なんか今日はそんな送ってないか5とかか分かんないけど1234分かんないけど 本当にえ、容量なくなっちゃうかなみんな容量とか大丈夫大樹さん毛糸玉ありがとうトムトムさんあたりありがとう X 見ろもう,もうほどほどにねね肩こっちゃうもがよくってて全然でチャンス娯楽しちゃうえなんかねなんかサービスタイムみたいになっててなんかめっちゃ取りやすかったもが取れましたかったにほんとに優なに一個あげたんですけどねしんいちさん誰もありがとう え止まったのわざわざちょっと本当に申し訳ない。ありがとう。ゲーセン行きすぎ問題。え、今日なんか3期みんな行ってたよね。大丈夫本当にゲーセン。コラボしたい。3期生とゲーセン。かなちのイル1番だからお話会いかない。え、お話会本当に待ってるよ。本当にお話会待ってます。プリ見てるかないいですけど。えー、やだやだ。プリがいいです。こんばんは。おはよう、サトシさん。ビンゴの神さん。やッー。プリから今500円。で、ね、今600円のとことかもある。 プリ一緒に撮ってた子を紹介してくれ。嫌だよ。その子。しょっちゅうディズニーとか行くよ。だから自分が地元帰ってディズニーとか行ってたら多分そのこと言ってますね。え顔映ってないよね消したよね危ない危ない。本当に危ないですね。めっちゃ仲いい。幼なじみの子と、ディズニーのプリのやつは幼なじみの子。他の制服のやつと、ギャルのやつは、 高校で同じクラスじゃなかったけどマジでめっちゃ仲良かったこう気があってそうすごいよね同じクラスじゃないのにさめっちゃ気があってさもうそっからめっちゃ遊んでお泊りもしたしよくディズニーもめっちゃ行ってたそのことはで4枚目の体育祭はあれはクラスのメンバーいつも一緒にいたメンバーで撮った写真プリクラです え、なんかさ、4枚目さ、じっくり見たらさ、なんかさ、アイシャドウが真っピンクになってさ、えどういうこだと思ってさ、みんなの顔見たらさ、みんなも真ピンクでさ、多分なんかメルルっていう機種で撮ったんですよ。あのプリクラ。メルルで撮ると、なんか、ピンク色なんかアイシャドウの色が設定できて、それが多分ピンク色になってたんだよね。普通に。変だった、めっちゃ <laughs>。お話しか。ありがとう、ビンゴの神さん。楽しかったよ。自信大丈夫だった。え自信大丈夫だった。 か地下に行ったんだよね、自分、その時。びっくりドンキー行ってましたよ、今日も。こんばんは。まかりり飯、楽しみ、しんいちさん。楽しみにしてるね。おしりきを先輩方のお話し会におしたら、かなちゃんのこと聞かれたから、僕ときっかけと <laughs> 説明しました。えどういうこと先輩のお話し会。え,えどういうこと先輩に説明したってこと自らおーえ、めっちゃ、すごい。自ら説明する人っているんだ。バレるとかわ分かるけど。 午前っどこだっけアメリカプリクラ会はそのうちあると思ってるモデルさんがしてるしプリクラ会確かに確かにいいよね本当になんかいいよねプリ次のスはプリですよえ確かに私もプリでいいよ爽やかな富士見店何富士見店ってどこにあんの富士見店ってどこにあるっけ富士見ってどこ ここ<ん>近くえどこえ分、え、かんないんだけど <laughs> 安部ケありがとう。ゆういちにおはたありがとう安部ありがとう。とう保健の先生って美人だよな。えでもお母さんって感じだっためっちゃ迷惑かけたかもしれない自分, <laughs> <に>自分。本当に。本当に自分本当に。 新路の先生元気にしてるかな自分さ新路の先生にさ何も言わないでこっち来ちゃった。なんかもうずっとさ放課後とかもさ追いかけ回されてさもう就職はどうなったのどこに就職するのど就職履歴書はどうするのみたいなめっちゃ追いかけ回されるんですよ学校で高校3年生でだから本当に嫌でもうその先生に会ったら絶対目合わせないようにしてたもん嫌すぎて本当にでもその先生に何も言わないでこっち来ちゃった <laughs> ゆうハッ友なんドれもありがとう 13年なの私のプラマイナス9歳ぐらいじゃんうん？6歳か6歳じゃんそうサヤさ,さんクルクルさんに圧かけたそう <laughs> さサヤさんからすタックしほしいそう面白い本当にマリカーとかね太鼓の達人めっちゃしてたジュニアさんありがとうマフラー週末フレンドあ一1週間うん？1週間フレンズだっけそう見たよ めっちゃ懐かしいほんとに泣いたジュニアさん系とてもありがとうコロナ高校で委員会とかやってましたえ自分マジで清楚だよ聞いてほしい自分の高校の委員会の名前「庭園美化委員」っていうのお花を育てるんです <laughs> そうで自分ね庭園美化委員長のね委員長だったん庭園美化委員の委員長だった偉くない なんかさ、辞書もらえるって言われてからやったんだけど、なんか辞書もらえなかった結局、賞状もらって終わった。そうで、なんかね、表彰されたことあるの、自分。おもろいよね <laughs>。なんか、なんか、学校の前のお花をきれいに育ててたんですよ。でも自分、それあんまり実はやってなくて、なんか、その、委員会の先生がめっちゃ花植えるの好きで、その方がやってくれてたんですよ。そしたらなんか、自分たちが表彰された <laughs>。 おもろくないないんか県からなんか表彰された謎の表彰高校サボってないよ友達2人50人でカラオケルームかわす状態えおもろいんだけど本当にでも自分お酒関係まだ自分の友達もその年齢的にも飲んでないからわかんないんだよねでも自分普通にあのマジで怖いうち酔ってる人見るとなんかマジで自分王と恐怖症だからもうなんか逃げちゃうそういう人見ると。 怖くてだから自分一生お酒飲めないと思う <laughs> SM よこせえっ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 1億人でバズるでさなんかどんな企画したいってさなんか言うさ言って話しててたんだけどさ文化祭したいんだよね文化祭ちょっと前髪変になるこれしてたら文化祭したいみんな潰れた学年だから卒業しないよマルシさん可愛いありがとうプロポーズ高之さんレイモンスターありがとう お話ししたい確かに吉川さん桂太もありがとう清楚は元でんかいやもう清楚だしビズビズ今日も取ってきたよ合計3個ワイいうフード姿フード姿これねうさぎなんですよクマと思いかけて思い寄らせて思わせてかそうケイあワたらさんありがとうメール平気よかった もっと欲しいのもっと欲しいのメール早速さっき取ったよ。たくさん来た。え、やったたくさん期待してて。嬉しい楽しみ。両の話から結婚してマックしてくれるのかなえなんかさ、結婚してて直で言われることがないからテンパってしまってさ、自分さ、あっ、あっ、あっ、あ考えとくって。<laughs> もう本当に下手くそなのだから。送ってるしよかった送りすぎえ、送りすぎ本当にごめん。ちかどなさん。 バラありがとうえ、もっと言っていいよ。メールその送ってくれるの取ろうかな。え、みんなメール取ってよ。多分自分元取れるよ、本当に。食べ放題とか好きな方なら自分のメール本当にいいと思う。ちくわドーナツさん、バラありがとう。トモトモさん、ハタありがとう。ペロペロチノさん、ハタありがとう。え、カなうポイント100ポイントゲットできたじゃあ、次のお話し会でうん、何してあげようかな。何がいい やったまかわりみんな待ってます幕張もうみんなでパラダイスしようね。幕張も来てっていうのはもう言いません。幕張来てください。ナポスキやっほーはやとさんこんばんは。あっせいごたえいてらず乗り換え失敗しなければれえええ三3日ぐらいしかいなかったってこと富士山が見えるとこじゃない知らんけど確かに富士見確かに富士山見えそうこんばんは。 一番星も思ったら二郎さん。ーたありがとう。えまるさん待って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 ええええええ,え,え,えコメントに集中してた。まるさんありがとうくまおひおひなさまとはありがとうまるさんお話し会もありがとね。よいしょ。う <laughs> つろ。うつってなかった今ずっと。やったーうれしい。まるさんありがとう少ししとこう。お礼かけるような。 事故が怖いから最近は隠さず全て確かに素直に生きよう、ま、るさんありがとうケイタ玉えタワーありがとう嬉しい俺書きますちょっと俺今5個溜まってるタワーの俺書こう明日書こうあじゃあ今日書こう配信終わったらありがとう、ま、るさん嬉しい本当に就職できましたって報告してないよまだやばいガチ心配なさってると思いますそれな 心配してただろうけどあんま関わんなかったその先生だって絶対その先生うちのこと嫌いだったもんなんか気が合わなかった本当に怖かったなんか怖い先生でねなん,かなんか鼻で笑ってくるからねなんか怖かっためっちゃマジでなんか怖かった話してる時に「ハンハン」って鼻で「自分一回ねアイドルしたいんですよ」って言ったら鼻で笑われたんだよもうその日から怖くて話せなくなった「ありがとう!あー」じゃないよちゃんと。<laughs> ほんとだよね天日か庭園美か庭園美か1週間で記憶なくなるやつそう1週間フレンズマジで感動したやばかった高校生が懐かしくなったなんか自分中学生の時になんかもうたくさんの恋愛映画を見てあこういう高校生活が送れるんだって思って入ったらなんかマジでなんかそんなんじゃないですよ高校って思ったひろいさんこんばんは お花を愛する心を持ってそうだし確かに優しい心を持ってるから私はふわふわしてるでしょ <laughs> 嘘だよんニーいいねありがとういつも何かしらのものん釣られてないもん公園いつもありがとうありがとう伊豆尾さんこちらこそかなわちゃんに花でどうしようするわなんでえめっちゃすくすく育ってんか自分の高校がなんかなんだっけそのなんか 自分の高校の前にそのなんて言うんだろうな,な,んなんて言ったらいいんだろう何の学校あれなんていう学校なんか設営しづらいんだけど何の学校だろうなんか耳が聞こえない子とかそういう子の学校があってそういういろんないろんな子が集まった学校があってそこと一緒になんか共,共同作業で。 なんかかお花とか植えたたりしたねそうでもなんかその子たちと先生が主にやってくれて自分たちなんかが学校とかなんか6時間目の授業やってる時にやってくれてたのねだから自分たちほぼやってないんだよねほんとにだから俺は文字じゃ焼きを見れないえええわかるわかるよかった同じな人がいてほんとに無理なんだよねなんかさだからうちマジで。 なんか金曜日の夜とか街歩くのちょっと怖い本当に怖いしちょっとふらってしてる人がいたらもうなんか逃げちゃうあ無理だってなる ST3 期文化祭やりたい !ST、U、で文化祭運動会とか見てみたいよね運動会やったら私めっちゃ活躍できるよこんばんはでもさ自分さなんかさクラスがさ平均的になんか足が速い子があんまいなくて自分のクラスにで自分がなんか リリレレーー選選選手手ににななっっっっちちゃゃたの抜てそうで選抜リレー選手になっちゃってでも他のクラスはみんなバスケ部とかなのバスケ部とかバドミントン部とかなんかもういかにも強そうな陸上部とかさで自分さ写真部でさほんとに恥ずかしくて自分普通にさそんな早い方じゃないからさめっちゃ抜かされんのもうめっちゃ嫌だった懐かしいあの嫌な思い出ほんとに嫌ででも頑張って走りましたよ。キッチンさんありがとうライト かなオに会いに来てよ、次のシングル。カナ本当に。え、やったー嬉しいこんばんは。直接、家は考えてくれるよ。そうだよ。ひなのさん、こんばんは。よもしさん、ありがとうよ。ハート、ありがとう。や、ウィークドン当てた ?100 ポイントですよ、それ。かたまるさん、ハート、ありがとう。LA で乗り換え、LA ってアメリカじゃないの何 LA ってどこいけちゃんさんと同じグループです。そうですよ。 お話会で大好きって言ってくれたけど美味しい呼び捨てでもいいよ。そう、約束したじゃん、呼び捨てって。もう、呼び捨て難しいんだよ。文化祭なら、出し物。え、じゃあ私は、うん、お祭りだと何が一番好きかって言われたら、あの、チョコバナナが好きだけど、でも、なんか、落書きせんべいの、なんか粉をトントンするのやりたい。<laughs> 怖いいつ誰にとかかかるか確証がない。え、そうだよ。そう。 見下されてたのかなそう, <laughs> そうちょっと嫌な先生はそうマジで怖怖かった恐怖だったな本当にでもなんかでも最後にそのめちゃ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 めっち,ちゃ世界一仲良かった先生とご飯行ったんで、ね、その友達となんかビジネス情報ビジネス情報処理んビジネス情報処理っていう授業があって。 あのパソコンのねそれでなんか自分女子がなんかクラスでクラスが分かれるのなんか頭いい組ちょってなって恥ずかしいんだけどなんか ABC で分かれるんだけどなんか自分 C でなんかちょっと頭悪かったからその時ほんとに授業中パソコンでなんかるたとかなんか意味わかんないゲームしたら頭悪くなっちゃってで C だったのそしたら自分と女の子が2人しかいなくて。 他が全員男子でしかもその男子方が一軍だったからなんかもう授業が開始されなくてそこの C クラスは C クラスは授業がほぼなくてその一軍さんたちも一軍さんたちで授業来ないし来たとしても教室の後ろで田ロってなんか遊んでたから自分もその女の子二人だったからその子と二人でとその先生でもうずっと仲良く。 なんか日向坂の話してたんですよ <laughs> みんな日向坂好きでその時にそう話しててでその仲いい先生とそ,その3人でねそうご飯行って最後なんか答え合わせみたいなのしたのねなんか今までさクラスに実はこういうこの子はこういう性格なんですよみたいな,なんか先生とか知らないじゃん本当のことを。 なんかマジで本当に性格悪い女の子がいたとしてその子が先生の前でこび売ってたとしてもなんか本当は先生からしたら分かんないじゃんそれをねもう最後全く関係ないからもう成績とかも関係なくなるからみたいな話になってそのなんか答え合わせをしたのね「この子は本当はどういう子」みたいなでも先生とその先生が思ってる子その子に対して思ってる感じと全然違うことが多かったからそう。 人間ってみんなそうやってねあのねいい子に生きてるんですよちょっと意味わかんないけど何か何が言いたくなったかわかんなくなっちゃったももいいわこの話かいさんやッホー確かに孝之さんレボしてありがとう俺は紹介してあげたけどすいません文句言ってえ桃太郎にして桃太郎 カリスたありがとう。通勤・急行・通会機さん。だるま、ありがとう。ろう学校ろう学校今日、富士山町買ってえうおー、やばい富士山町食べたいよ自分冷蔵庫に賞味期限切れた富士山町入ってる。食べたい。もう、富士山町が大好きでもう、今すぐ食べたいんですよ。富士山町、最初ね、もう、 そうなんか自分富士山町依存症すぎて広島来て最初の方ずっとなんか実家から送っママから送ってもらってた富士山町 <laughs> 花を枯らす毒素とか花ってないわ全然綺麗な花を咲かしてましたよどんな花が好きえ特にないですかね <laughs> 好きな花とか特にないです花の種類分かんないバラとかミクチャですてぃゆうえさんししそうなの終電恐怖症半死と結婚して じゃあ,あ、次のお話会来てくれたら考えようかな。ろう学校じゃないか、女子のじないか。ろう老学校って何ろう学校次のシングルで選抜入ったらマジで300枚買う。はい。そうですね。そうですね。頑張りましょう。あ、せやさん、ありがとう。ST46 回持って。えー、やりたい。 いや、あるかと思ってた。写真を撮らない写真部。そう。カメラが2台しかない写真部。でも、部員は60人。ST u 報廷祭。やりたい。まさやん、ありがとう、ケイトダマ。皆さん、文化祭の思い出ありますか皆さんは。皆さんはありますかカナワのバッグ話してるから、みんなの思い出聞いて共感したい。月に1回カナワ祭ムを売るお話し会。え クリアでですよでも,もう3月が来ますよ LA は今ウサで昔はメメキシコどういうこと今の子は先生と普通にご飯食べに行くのかうん学校が終わったから食べ行ったそんなけはめっちゃめっちゃ美人な先生がいてもうめっちゃ大好き本当に今でも連絡取ってますもうめっちゃ優しいんですよ なん名前言えないんですけどもうめっちゃ美人多分みんな好きになっちゃいますよってぐらい美人な先生がいてもうクラスの男子からもめっちゃマドンナみたいな感じだったなんかもうちゃん付けで呼ばれてた先生とかじゃなくてなんとかちゃんって呼ばれてたで毎回なんとか先生でしょって直すのもうなんかドラマ世界みたいな感じだったよ本当にもうめっちゃ美人だった優しいしそう中3でかくえさん決帯ありがとう 学力クラス分けそう楽器崩壊してたよカナウタンは底辺軍団ですそうやった得点でも大丈夫ええもっといい得点つけていいよそう普通にね学力クラス分けしないでほしいねバカ同士で集まったら教え合いもできないでしょうね ST の子も答え合わせしたいそれな え、でもさ、自分さ、そのバカなクラスでさ、1位だったんだよ、成績。まあ、バカなクラスだ。<laughs> バカなクラスなんだけどさ。毎回その友達と競ってて、ほんとに。毎回競ってました、その女の子2人だけしかいないから。毎回テストちょっと競ってた。絶対うちのカンニングしてたよね。着地点見つからなかった。裏番長じゃないよ、前から。オチがないんだよ、どうしよう。富士山長すごかったでしょ、あれママからくれてきた。ご機嫌を、富士山長大だ数。 森末さんは元気でさっき連絡取ったよ。そう、ギュレッスン一緒だったし、あの、ゲームセンターも巻き添えにしたし、さっき連絡取った用があって。藤さん、ちょ依存症なんですよ。若いちょの名前わかんないそう。花言葉とか言いますよね。知きませんけど。次は3日かな ?3 日たかちゃん、誰もありがとう。いろんな、あっ。 お話かい,いろんな穴がある緑の花緑の花って茎だよね STU48 サイやりたい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  STU48 サイあ,あったよねでもお前ペダル披露したやつうちらが衛生もあるフフ生徒会副会長え火くうんう 頭いいってことえ副会長ってさ生徒会副会長で一番仕事多そうだよねなんか見ててさなんかいつもさみんなの前で喋る言葉さ会長じゃなくてさ副会長がなんか会長の代わりに言ってるイメージええいいななんか人生で一回はやってみたかった自分立候補したらさ「ダメですもう決まってます」って言われたんだよね <laughs> 文化祭の片づけをせずに3時になった瞬間野球を見るため学校出たヤンキーじゃん 文化祭の片付けって何があるのかき氷の垂れた水を拭くとか。文化祭行った記憶がない。え文化祭ないの学校文化祭でクラスで。お化け屋敷作ったのえ、自分たちそれやりたかったのに。なんか学校のルールが謎で、なんか危ないから部屋を真っ暗にしちゃダメっていうルールで。だからできなかった。明るいお化け屋敷なんて絶対つまんないじゃん。だからさ、なんか自分たちは映え、映えスポットを何とか作る。何個か作る。 なんんか部屋をを作ったでですよ教室をでそこで一個お化けお化け部屋を作っためっちゃ新聞貼ってなんかリカちゃん人形のなんか足取ったやつをぶら下げたりしてた「小野 <laughs> まさんのとこありがとうリベロさんありがとう」さん「コンペイト」「文化祭来られ初めて彼女ができた」「うわキュンキュンしたキュンキュンした」「みんなの話聞きたいもっとちょっともうキュンキュンしたい自分も」「文化祭なの昔すぎて覚えてない」 え文化祭ってさ一生記憶に残んないのうさはやばいうさこんばんは先生紹介してくれやばいよほんとにぶちびちになったよなんなのその世界線はそれな文化祭楽しかったよね思い出しちゃダメ X トレンド入りどういうことどういうこと何があったのやばうちなんかしたっけ毎回トレンド入り知るためにさあれうちなんかなんかしたっけって思う またなんか変なこと配信で言っちゃったのかな <laughs> <laughs> あああ、1位すごいことだよでしょ今日した丸子玉教師にて。羨ましい。本当にそういうのやりたかった自分も。1>, 1位は1位だよね。顔4分の1しか見せてない。ピースピース。いやあ、オーが出ちゃう。中学が歌どういうこと高校が。男子校確かに。 ちょマジで、えちょい、なんかマジで恥ずかしかったエピソードがあるのね。自分、普通になんか、男子とマジで関わらないから、なんか一回も話したことない子がいて、クラスで男子で、一回も話したことない子がいて、で、なんか、文化祭で家族が来るじゃないですか。なんか、パパが、パパがなんか、なんだっけ、パパってなんかちょっとおふざけなんですよ、パパが。なんかちょっと、 うちに似てほんかお大好きなので本当に何かおほざけ大好きすぎてなんか教室出る時にその教室出る教室に出る一歩前にいたうちが一回も話したことない男の子に「かいつも迷惑かけてすいませんねこれからもよろしくお願いします」ってなんか挨拶してて「えやめて」って思ってなんか普通にかな一も したことないのに普通にやめてほしいじゃん。こっちからしたら関わったことないのにさ。そんなこと言わないでよと思っても焦ってね。パパはね。あのどっか行かした。やめてって言ってもう本当にね。やめてほしい。パパは本当に。余分なかっばっかりするんですよ。おふざけ大好きだから。本当にその時はね。もう心臓バクバクした。もう余分なことしないでよって言ったじゃんって思った。 コイスあたりがとう。そちらみたいな文化祭でドミノやっえ、待って、文化祭でドミノってどういうこと倒したら終わりじゃん。毎日終わったんで、他のメンバー寄せないときにいいよって言われたもん。あ、そうなの去年の誕生日お花は緑木やだったじゃん。あえ、めっちゃ気になった。ちなみにまだ置いてあるよ。ゆゆーんありがとう、ケイトさん。打ち上げやったよね。打ち上げやんなかった自分、高校。悲しくね、中学の時はやったけど。高校はやんなかった。そそれなかっただけ、もしかして。 あ、やったわ。あ、やった。なんか、女子5人ぐらい集まってやった。壁に翼描いたりしたわ。あ、それちょっと古、古いわ。<laughs> 風船とか、筆記用具のやつをダンボールって、でっかいの作ってやったりした。本家とか歌ダンブぽろ、地球、空気扱いさ、あ、違う、違うですう。めっちゃ嬉しかったよ。本当にめっちゃ嬉しい。だってお花まで置いてある。副会長が進行役、え、だよね、なんかいつも。 窓に閉めどんぼるだよ、ね、ええー、こラーもそれやりたかった。それをやるために高校に入ったんですよ。私は文化祭と修学旅行と体育祭のために高校に入ったの。あと放課後を楽しむために勉強するために高校入ったんじゃないんですよ。高校に戻りたくなるよね。話してたら。ヤスさん、ケタ帯ありがとう。文化祭運営、うん、忙しすぎて彼女だったこともあれなかった。いろいろ悲しい思い出。<laughs> あ、やばい。笑っちゃダメ。やばい。 ええー、かわいそう、それは。彼女だった子、回れなかったのうわうわうち友達が抜け書きしたのを思い出したわ。みんなでいたのに、その子がなんか、なんか彼氏に連れ去られて。なんか体育館でなんか一緒に二人でいた。マジ。意味わかんない。許さないから。でも楽しかったもん、友達と過ごす文化祭。 えー、確かにえ一人でもったってこと四浦さんは一 <laughs> 人じゃないか文化祭も体育祭なんか好きだった体育祭ねなんかね体育祭なんか綱引きとか縄跳びとか楽しいけど走るのちょっと嫌だったねタカちゃんありがとうのりちゃんありがとう言うと顔近いところ自信感じなかったね顔近いところ好きもっと近づけよう血は争えないねあら そうパパいい人じゃんえそう社交的っていうかさ普通にマジでなんかまださ分かるよなんか女の子とかさいっつもお世話になってる子とかさいっつも一緒にいる友達とかにさ言うの分かるけどさマジで絶対パパも知らないだろうみたいなさ本当にそう当にやめてほしかったなんか課題が良かったから挨拶してみたって言ってた気がする確か「船尾さん桂太もあり,ーあ,ありがとう洋さんありがとう本当にねもう余分なんですよ やめて欲しかったですねお調子者ですよパパのなんとか力が変な方がいいですよ洋装はたありがと込み力そうやめてほしいですね本当に。もうびっくりしちゃった男の子のなんかその子しかも静かな子だったからめっちゃえ何これ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 ,なにこれえ、顔はめたいあ、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 あえ終わった <laughs> 男の子話したなんかあんま話さない系のキャラの子だったからなんかああはいみたいな感じで気まずそうでなんかめっちゃ申し訳なかったエンジェルの羽それ横浜にあるやつじゃないっけこんばんはとったえー、えー、青春すぎでしょ青春しわしわクラブじゃんやばっ体育祭の仲良しグループいいな 中良,、ね、良しグループで撮った写真の後ろ姿をなんか一時期 LINE のアイコンにしてたもう書いたけどありがとう船尾さん系とだも仲いい子ねいつもねなんかねなんか X でなんかコメントしてるんですけど「たかちゃんありがとうパパクラスの子に入るけ何があるんだ本当にやめてほしかったですね高校は勉強しに行くところだって勉強苦手だったもんクリスティアの台湾さんおはようたかちゃんありがとう」 高校の時は CP とか言ってなかったカップルのこと CP って,っていじってた <laughs> 自分は非 CP、非 CP だったんでカップルになったことないのであのなんかちょっと横からなんかうざいタイプだよね自分ってふふーみたいな感じでしたねおはよう CF さん1000万人ありがとうハローレット君 CP あんまり好きなこと、えー 見るのは好きだったなんか見てキュンキュンしてたなんかなんか自分のあちっち友達の恋を応援するタイプだったなんか押したりして「行ってきなよ」とか言ってそう先輩と成立させたことある自分恋のキューピッドになってましたよく今だよ今行きなよとか言って一緒に教室までついてってあげたり先輩の教室までついてってあげたりして「早く行ってきなよ」とか言ってましたねチロさんありがとう香水みたいなやつ高千畑ありがとう 今日も可愛いやったなんか来たえこれ何えに何何何何 <laughs> えなんか来たえ今の何今の何え今,今何だったのえなんか何も表示されてないなんかのギフトなのかなと思ったけど何も表示されなかった何があったのエンジェルの羽根知ってるよおしゃれでバイバイジュラピケジュラピケじゃないよ自由だよこれ知らないけどお姉ちゃんくれた ジャンプとかしちゃって彼女がこう女子大で学祭に行った時に彼女の友人たち余罪ゼロって言ったとあとめっちゃ目つりしたやば最悪じゃん世の中にはこういうね男子がたくさんいたんだろうなって思うときっと悲しんでると思いますよいじってたヒューヒューってしてた「戻るなら高校より中学がいいけど今が楽しい」 えー、わかるでも中学の方がなんかわちゃわちゃしてた。しかも中学に戻ったら高校ももう一回経験できるしね。まさしさん、ありがとうコンペート。カナーポイント。え、違うよ。カナポイントじゃないよ。CP は。KP ですよ、それ。CP はカップルのことです。私ね、CP、なんかカップルってね、配信で言うの、なんかちょっとね、ちょっと良くないので CP って言ってる。まさしさん、ありがとうコンペイト。おはよう。キューピーっじゃん。ねマス、マイスター感ありゃ。え、そうだよ。 静岡のガーーシじゃないわ <laughs> 紹介はしてないですよよ違うよ紹介とかじゃなくてなんかそのついてって行ってきなーみたいなあの見送りですね背中押す係でした特になんもないですだから背中押してましたよよく自転車の置き場にいる先輩を見つけたら「あっんとかなんとかいるよ早く行ってきな」って。 でも恨んでないですよ CP のことはなんかイルミネーションの時期とかちょっと恨みそうになるけど恨んでないですよ別にタワー2回分なのかなひな祭りにひな人形飾ってた昔は飾ってたよ最近は飾ってないよ寝る場所がなくなるからね高校受験疲れるからいだ私高校受験あんま勉強しなかったからもともと疲れるもんな本通りにいる CP を応援することはあるない一生ないです許さない 嘘このギフトのエフェクトカーリんグ投げるきコメントした後に投げられたらポーズ確かにえっ ?CP に罪はないそうなんてタワーじゃなかったえええに何何さっきのやつ何だったの結局アテンドされてみて何アテンドって何アテンドって何ですかアテンド知らないんだけどそんな紹介とかないですよ紹介とかできません 不士急行ったの疲れた気にえ不富士行ってたのえフジキュっ富士急行ったに富士急ハイランドってことええ待ってええっ富士急の近くに住んでるってことええ静岡だよね私の友達もしかしてええ怖くなってきたんだけどなんかえ友達私の友達ですかなんか友達だと思ってきた勝手 え分かんないけど友達友達の友達とか知り合いなんかさ富士急っていうワードを聞くとさなんかもうさなんか自分も気軽に行けるさ感じのさ範囲内だからさなんか怖くなる KP 驚学を選びたい何をえっ学がいいよ絶対。 CP からしたら迷惑な話し合うぞ本当に申し訳ないでも自分のファンの方にも CP いるよでもなんかほほましいそれは見てて好き自分はなんだかんだ言って自分はねあのうらやましいと思ってるだけで別に嫌いじゃないですよ好きですよ CP えマッピガッピさんたちは応援してるよ CP ほほましいなんかマジでほほましいもうほほま,ましいうらやましいでもたくさんいるカナダのファンの方はそうやってカップルとか 彼,彼氏持ちの方とかいるからマジほほ笑ましい自分にももっとお話をしてほしい聞きたい恋バナえっ恋バナとかしたいみんなの恋バナ聞きたいだ ESNCP たくさんいる撮ってみたいなチャレンジの画面を置いて深ョコ書いた時あった自慢ですかノーベンで受験合格で天才やノーベンじゃないめっちゃ頑張ったかもええー、わかるなんかいいよね青春 受験テストしないえなにそれ藤木山梨藤木えちょっと待ってみんな怖い。友達かもしれないみんな。お疲れ様でした。ピューロ。え、なんかね、怖いよね。今度 CP でいく。ええ相手いるの話したん。えうまくいじゃん。ってった時の声話。えしに来たよお話会で。おやすみかパエルさん。もう時間なの寂しいなみんなとお話できないのはもう。 1三位高行さん、12位、シュルさん、11位、チカドーナツさん、10位、キッチンさん、9位、ハンシュさん、8位、マピノピさん、7位、フナオさん、6位、ソラグ・オニャテさん、5位、ポッチンさん、4位、オノマキサーさん、3位、安部、2位ワッツンさん、1位はマルさん、ありがとうです、マルさん。マリさん、また、私、タワーのお礼かくからまた来てね。待ってるね、マルさん、お話し会も、ありがとうね。お話し会も、ショールームも、ありがとう。みんなありがとう、子供二人ならえる。元 CP ってこと ドア閉まったたから待たなぁどういうこと青春配信みんなの恋バナを今度私はお話し会でみんなの恋バナを聞きたいのでお話し会待ってます幕張で幕張でみんなのさあのさ恋バナ聞かせてよなかったらちょっと好きな人がいた時代の話とか聞きたい幕張待ってるねもう今回が最後だよ自分今回のシングル何も完売できないで終わっちゃうのかな悲しいな頑張ろうありがとうお疲れ おやすみ。バイバイ。お風呂、今日は湯船つかろう。実はまだパジャマ着てるけど、ほ風呂入ってないよ <laughs> あ。バイバイ。なんか、なかなか終わらなくて気まずいな。<laughs> なんか、気まずいから、もっと。よいしょ。ドンマイ今日は、お風呂、めんどくさいんだよね。